今宵もとある井戸から聞こえる話をお楽しみください。ピーホテル。僕の知人の N さんから聞いた話。 N さんは夫と息子二人と暮らす専業主婦だ。その日は同じ神奈川県に住む自分の実家に帰省をしようとしていたが、予想外に時間が押してしまった。そのため、このまま行ったら母親に迷惑がかかると思い、実家に比較的近い P ホテルに泊まることになった。夜遅くに P ホテルにチェックインをして、部屋に家族4人で入ると、疲れが溜まっていたのか、皆ほどなくして寝入ってしまった。それから何時間か経っただろうか、N さんは何かの物音に気がついて目を覚ました。何だろうと思い、じっと聞いていたら、どうやらその音はベッドの横から聞こえてくる。そのベッドの横にはシャワールームがある。シャー、キュッキュッキュッ。シャー、キュッ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 。聞こえてくるのはまるで誰かがシャワーを浴びている音だった。誰か起きてる。あれかな。夫が入ってるのかな。そう思い、ちらっと横のベッドを見たが、夫はいびきをかいて寝ている。では子供か。と思ってみるが、二人とも熟睡していた。じゃあ、誰？ N さんは思った。依然としてシャワーの音はするし、やがてペタペタという足音も聞こえてきた。誰か部屋に入ってきたのかな。どうしよう、どうしよう。一気に怖くなってきた N さんが夫を起こそうとした寸前、シャワールームから誰かが出てくる気配がした。N さんはその時、はっと思い、とっさに目を閉じた。瞬間的に見てはいけないと思ったからだ。シャワールームから出てくるペタ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 という足音。そのまま音は部屋の右の方に抜けていった。そちらには窓がある。すると、カチッという窓の鍵を開ける音が聞こえ、カラ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 と窓ガラスが横に引かれた。開け放たれて夜風が吹き込んでくるのを感じる。さらにベランダからカチャッカチャッと音がしている。どうやらベランダのフェンスに誰かが上がろうとしているようだ。N さんは頑なに閉じていた目を薄く開けてみた。
すると、誰かの背中が見えた。フェンスの手すりの上に乗ろうとしている。見たこともない、知らない人なので、いよいよ隣で寝ている夫を起こそうと思って、ねえ、ねえ、と、小声で囁きながら肩を揺らしたところ、すぐに反応があった。ひょっとして、起きてる。起きてるよ。あれだろ。窓の人だろ。夫はどうやら目を開けてそちらを見ていたらしい。お前もちょっと見てみろよ。そう言われたので目をしっかり開けて見てみた。ベランダの柵にいたのは半透明になったおじいちゃんだった。明らかにこの世の人ではない。見ているうち、おじいちゃんは手すりの上に乗り、ピタッと動きを止めた。夫婦揃ってベッドの上からその動きを見ていたら、おじいちゃんが振り向いた。そして夫婦に向かってもごもごと何かを言ったと思ったら、向こう側へと背中から落ちてしまった。ああ、落ちちゃった。急に窓際にあったテレビがついた。画面にはザーッと砂嵐が流れている。 N さん夫妻はパニックになって部屋から出なければと焦った。寝ている息子二人を夫が起きろ起きろと無理やり起こすと、荷物を持たずにその部屋から飛び出し、フロントも無視して通り抜け、駐車場に止めてあった車に逃げ込んだ。熟睡中に起こされた息子たちは、車に乗った途端、すぐに寝息を立て始めたが、N さん夫妻は先ほど見た光景が忘れられず、あれは何だったのか、幽霊だったのか、話し合っていた。それから何時間か経った頃、周囲も明るくなり、そろそろ大丈夫そうな雰囲気になっていた。部屋に戻り、荷造りをして、チェックアウトしなくてはならない。息子二人を車内に眠らせたまま、N さん夫妻だけで部屋に行った。扉を恐る恐る開けたところ、風がピューッと勢いよく顔に吹きつけた。やはり窓は昨日と同じように開いていた。やっぱりあれは見間違いじゃなかったんだ、と N さん夫妻は思った。あのおじいさんはあの部屋で自殺をした人なんですかね。そして今でもあそこで暮らしてるんですかね。そう N さんは言った。骨はみの大壺。
以前うちにあった壺は親父が骨董市で入手したものらしいんですよ。牧原さんのお父さんは茂蔵という名で小さな会社を経営していた。彼の趣味の一つに骨董品収集があった。骨董品といっても高い値のついたものを集めるわけではない。値段や歴史的価値に興味はなく、単に気に入ったものを身の回りに置くことが好きだったのだろう。彼は月に一度古物市に出かけると、時折目についたものを持ち帰った。ある時、茂蔵さんが持ち帰ったのは、唐津焼の大壺だった。持ち上げるのも苦労するほどの大きさだ。かつて酒などを保存するために使われたもののように思われた。今なら火器として使われるのだろう。または玄関で傘立てにでもするのに良さそうな大きさだった。茂蔵さんはそれを床の間に置いた。美術的なことはよくわからんと笑いながらも相当気に入っていたようだ。牧原家は二世帯住宅である。一階には茂蔵さんと妻の菊子さん夫婦が住み、二階には牧原さん家族が住んでいる。庭には太郎と次郎という二匹の犬が放し飼いになっていた。その壺が来てから一週間ほどした頃、二匹の飼い犬が立て続けに死んだ。一匹は突発性の病気で、獣医にかかった時にはもう手遅れだった。もう一匹は急に庭から逃げ出して車に轢かれた。どちらも先代までの犬も葬られているペット霊園に葬った。ただ、犬が死んだ時に茂蔵さんは一点気にかかった。それは、夢の中で二匹の犬を先日購入した大壺へと押し込む夢を見たことだった。犬を葬ってから数日後、祖父の部屋を訪れていた牧原さんの5歳になる息子が大壺を指さした。おじいちゃん、今、そこからカラカラって音がしたね。茂蔵さんにその音は聞こえなかったが、孫の言葉が引っかかったので、壺の中を覗き込んだ。そこの方に何かがあった。懐中電灯を引っ張り出して覗いてみると、棒のようなものが重なっている。茂蔵さんは孫を一階に返すと、床に新聞紙を敷いて、その上で壺をひっくり返した。壺の中から白いものがカラカラと音を立てて新聞紙の上に転がった。骨か。何の骨かは明らかではなかったが、人間の骨よりは小さいようだ。中には鋭い剣士のような尖った歯も混ざっていたので、おそらくは犬やタヌキ、キツネといった類のものだろう。壺を買って帰った時には中に何も入っていなかったはずなのだが、そうなると壺に骨が勝手に入ったということになる。彼は自分の想像を一生に伏すと、骨を新聞紙で包んで捨てた。その夜、茂蔵さんは夢を見た。夢では、大壺の中に自分の妻を押し込んでいた。
現実の大壺の口は大きいとは言っても、人間が入れるような径ではない。しかし、それが夢の中だと吸い込まれるようにスルスルと入っていく。足から差し込んで、最後に妻の顔が大壺に吸い込まれたのを確認すると、重蔵さんは大きな達成感を覚えた。目を覚ました時にも、その達成感は続いていた。そういえば、夢で犬たちを壺に押し込んだ時にも、変な達成感があったな。だが、こんな夢の内容を本人にも家族にも伝えることはできない。そして、その夢を見て3日後に、菊子さんが激しい頭痛を訴えて意識を失った。救急車が到着したが、彼女は病院に搬送される途中で死亡した。俺の夢のせいか。重蔵さんは戦慄した。しかし、見る夢をコントロールすることは不可能だ。いつ誰を夢の中で壺に押し込むかもしれない。自分の大切な存在を次々と失った重蔵さんは、次第に衰弱していった。菊子さんの四十九日が済んだ頃に、三度目の夢を見た。重蔵さんは大壺に孫を押し込もうとしていた。だが、以前の夢と異なるのは、今回の夢では孫を壺の口から入れようとする自分の体が自由に動かせることだった。このままだと孫が死んでしまう。ただ何もせずに孫を壺に押し込む自分自身を、ほうけたように眺めているわけにはいかない。一方で、壺の中に何かを入れない限り、この夢は終わらない。それもわかっていた。重蔵さんは、孫の身代わりに自分が壺の中に入ることに決めた。孫を横に放り出し、素早く壺の口へと両足を滑り込ませた。だが、膝まで入れてもつま先がそこに触れない。次の瞬間、壺の口が広がって、あっという間に転がり落ちた。まるで、吸い込まれたようだった。壺の中は意外にも明るかった。虹色の光に包まれた風景が、視界の続く限り広がっている。時々、空間が裂けるようにして、そこから何者かの目が覗いた。シュールリアリズム絵画のようだった。子供の頃に見た悪夢にも似ていた。虹色の光の中を、重蔵さんはひたすら落下していく。落下して、落下して、落下して、目が覚めた。やけに大きな達成感が気持ち悪かった。重蔵さんはすぐに牧原さんを呼んだ。俺はあの壺に入ったから、近いうちに死ぬからな。もうダメだ。実は今までも夢の中で犬とばあさんを床の間の大壺に押し込んだんだ。だから犬もばあさんも死んだ。俺も近いうちに死ぬ。覚悟しておいてくれ。突然の告白を聞かされた牧原さんには、
夢と床の間の大壺がどう関係しているのか、合点がいかなかった。何か錯乱でもしているのではないかと心配した。興奮している重蔵さんに詳しい説明を求めた結果、重蔵さんが過去に夢の中で大壺の中に押し込んだものが、数日後に死ぬという法則を理解した。俺はな、最後に孫を入れようとしていたんだ。でも、それだけはやってはいけないと思ったから、自分が入ったんだ。そう繰り返す重蔵さんの目は、焦点が合っていないように思えた。あの壺に入った以上、今度は俺の番だ。お迎えがいつ来るか知らんが、早ければ今夜だろう。覚悟をしておいてくれ。あと、壺は俺が死んだらすぐに手放せ。それができないなら壊してくれ。約束だぞ。絶対に家に置いておいちゃダメだ。牧原さんもそんな壺を家に置いておくわけにはいかないと賛同した。結局、その言葉が重蔵さんの遺言となった。当日の夜に、彼は睡眠中の誤嚥で亡くなったからだ。牧原さんは前日に覚悟を決めておけと含められていたが、実際のところは壺の話には半信半疑だった。しかし、父親の死は事実だ。こうなると信じざるを得ない。重蔵さんのことは、以前からの希望通り家族葬で送った。祖父のことが大好きだった孫は、葬儀の間、重蔵さんが亡くなったことを理解していないようだった。四十九日も過ぎた頃、牧原さんは父親の遺言通り大壺を処分しようと考えた。しかし、それは困難を極めた。割ろうとすると、割ってはいけないという気持ちが強く湧き出てくるのだ。捨てようとしても同様である。説明のつかない感情に、牧原さんは戸惑った。仕方なく父親の机を漁り、もともと大壺を売っていた骨董屋の連絡先を突き止めた。その店に連絡を取り、自宅の骨董品を引き取ってもらえないかと相談した。最近は骨董品に値はつかないと断られるところだったが、それでもいいから引き取ってくれと伝えると、二つ返事で了解してくれた。搬出の当日、床の間から壺を運び出そうとすると、硬いものがカラカラと壺の内側をこする音がした。中に何が入っているのかと壺をひっくり返すと、中から白いものが大量に出てきた。ああ、これは人の骨ですね。骨董屋はこともなげに指摘すると、そのまま大壺を軽トラに乗せて持って帰った。残された牧原さんは、父親の話を思い出し、墓を開けて中を確認することにした。先日納めた骨壺から、祖父母の遺骨が消えていた。二つの骨壺の中身は、もう分けることができないので、
適当に二つの骨壺に入れ直して再度墓に納めた。念のためにペット墓地の骨壺も確認したが、太郎と次郎の骨壺も中身が空になっていた。背中を丸めた男性。階段ではどこどこに行ったら、そこにはこういういわれのある場所だから、そこから何かを持って帰っちゃったとか、どこどこはこういう土地だったから、そこに行った時にこんなことが起きたというような話は多い。先日辻斬り的な話を聞いた。なんでそうなったんだというような話で、その人にとっては何の脈絡もなさそうで気の毒でしかない、そんな話だった。会社員をしているという彼がいつも普通に使っている、駅から自宅までの道でのこと。その町は都心部から少し離れているものの、駅前はとてもにぎわっている。駅前を抜け、人通りもまばらな住宅地を歩き、自宅まで15分くらい。彼はその距離をいつも歩いて帰っている。その夜も、とある公園の近くを通った。公園の周りには、自分の背丈ほどの樹木が植えられていて、その茂みが公園との境になっている。ふとその茂みに目をやった。茂みからものすごく強烈な匂いが漂ってきたのだ。うわ、すげえ。何この鼻に来る感じ。気持ち悪い。何これ。歩きながら茂みと茂みの間に目を凝らした。ちょうど街灯の光が途切れた場所となるそこは、茂みも真っ暗なのだが、かろうじて近所の家の窓の明かりなどで薄ぼんやりと様子が知れる。茂みの向こうに男性のような体つきの大きな人がこちらに背を向けてうずくまっているのが見えた。着ている服装もボロボロなのと、先ほどの感じた匂いのこともあり、ああ、と思った。公園だし、家がない人なのかな、と。普段から通る公園の前の道だが、昨日までいなかったよな、などと思いながら、その姿をちゃんと見ると、恐ろしいことに一瞬で気がついた。いや違う。これ、生きてる人じゃねえな。ボロボロの服ですごい匂いのする背中をこちらに向けている人。
その顔はしっかりとこちらを見ている。完全に向こうを向いている背中の上に、こちらを向いている顔が乗っているのだ。それに気づき、うわっと心の中でのけぞった。もともとが怪談やホラーを好きなわけでもなく、なのにそんなものを初めて見たので、ただただ驚き、受け入れられなかった。その瞬間に自身が取った行動は、そのまま特にリアクションをすることもなく、無心でひたすら歩いて家まで帰ったのだ。本当に何にも考えられなかったのだ。その夜、実家の2階の自室で寝ていて、ふとあの公園で嗅いだあの強烈な匂いに目が覚めた。うわ、布団の中で目をぐっとつむったままこわばっていると、自分の顔のあたりにポタッポタッと何かが落ちてくる感じがする。しかも匂いがどんどんと強さを増してくる。うわ、すごい匂いだ。何が落ちてくるんだよ。むちゃくちゃ怖いじゃん。うわ、うわ、うわ。目を開けるなよ。そうは思っていたのだが、薄目を開けてしまった。電気は消しているから部屋の中は真っ暗。遮光カーテンを閉めているから外からの光も入ってこない。結局何も見えない。目を開けて辺りをうかがうその顔に、ポタッポタッと何かが落ちてくる。しばらくすると自分の寝ている上に誰かが乗っていて、顔を覗き込んでいるのだというのが見えてきた。金縛りということではなかったが、布団の中でこわばっている上に人が乗っている状況で、その重量もあり、すぐに跳ねのけて動いたりができなかった。怖いと思うと同時に、泣いているのかなとふと思った。顔に相変わらず、ポタッ、ポタッと落ちてくるからだ。そう思っていたが違っていた。公園で背中の上に乗っていた男の人の顔が、今目の前で自分を覗き込んでいるのが見えた。そして顔の下は、やはり背中をこちらに向けた
状態になっている。そして男が流しているのは涙ではなかった。よだれがずっと口元から顔に落ちてきているのだと気がついた途端、気を失った。彼はこんな体験はその一回だけだという。もしかしたらその公園で過去に何かあったのかもしれない。調べてはいないが、そもそも人が住みにくい土地だから公園にするという話もある。つまり何か言われがあるかもしれないが、それもわからない。彼が何か禁忌を犯したわけではないのだが、辻斬り的に一度だけ怪異に遭遇してしまったという話だ。クラギツネ。栗田さんの住む地域は都内でも高級住宅地として知られている地域である。ある日、そこの新築住宅に加賀という夫婦が引っ越してきた。奥さんは美人で明るくて人当たりもよく、旦那さんの方は優しそうな夫婦だった。加賀さんは近所の奥様たちともすぐに溶け込むことができた。引っ越し祝いと歓迎を兼ねて、奥様たちは加賀さんの奥さんをお茶会などに誘って歓迎した。すると彼女は奥様方の身につけている品々を褒めまくるのである。奥様のつけられているブローチ、本当に素敵ですね。そのスカーフ、とってもセンスが良くて、私も欲しくなっちゃいます。いつも奥様の髪飾りは素晴らしくて、自分のファッションにも取り入れたくなります。持ち物やセンスを褒められて、嫌な気持ちになる人はいない。だが、加賀さんが褒めると、その品物が家からなくなるのだ。どこに行ったかと探していると、同じアイテムを彼女が身につけている。ポカンとしていると、向こうから近寄ってきて言うのだ。先日の奥様のブローチが本当に素敵だったので、私も取り寄せてしまいました。真似になっちゃいますけど、ご容赦くださいね。そしてにこやかに微笑む。言われた方はなんとなく釈然としない気持ちになるが、彼女と別れて家に身につけて帰ったのは記憶にある。だからその場で盗まれたとか彼女が犯人だというつもりもない。ただ偶然が過ぎて気になるというだけである。そんな話が奥様方の一人から出た直後、栗田さんもお気に入りのスカーフを紛失した。お茶会に顔を出した時にお気に入りのスカーフを身につけていったのである。その場には加賀さんもいた。翌日洗濯に出そうと探したのだが、それが見当たらない。さらにその翌日、偶然街で見かけた加賀さんは、栗田さんがなくしたのと同じ柄のスカーフを身につけていた。確かに自宅までスカーフを身につけて帰ったのだから、彼女を疑うのは間違いだとわかっている。しかし、
彼女は昨日の今日でどうやってあのスカーフを手に入れたのだろう。それは5年も前の限定品だったのだ。ある日のお茶会には加賀さんは参加しなかった。そこで話に出たのは、やはり同じように様々なアイテムをなくしてしまい、後日加賀さんがそれとそっくりなものを身につけているという話だった。一人や二人ではない。アイテムの種類も多岐にわたる。スカーフやネックレスをはじめとして、時計やブレスレット、ブローチにイヤリング、指輪に至るまでが消えていた。みんな、加賀さんが自分のなくしたものと同じものを身につけているのは変な感じだと漏らした。しかし、彼女が盗んだという証拠もないし、盗まれたなどと表立って言うわけにもいかない。自宅にはセキュリティも入っているし、彼女が忍び込んだわけでもない。あの人、どこで手に入ったのって聞くと、偶然バイヤーに残っていたとか適当なことを言ってはぐらかすのよね。限定のものがそんなに簡単に入手できてたまるものですか。みんなの不信感も限界に達しているようだった。そんなある日、栗田さんのもとにおばが遊びに来ることになった。彼女は四国出身で勘の強いところがある。彼女は栗田さんの自宅に上がるや否や、鼻をスンスンさせて言った。あんたんち、何か動物飼ってる？栗田さんの家では動物は飼っていない。そもそも彼女自身が犬猫へのアレルギーがあるため、飼いたくても飼えないのだ。変ねえ。獣の匂いがするのよ。でもこれ、昔どこかで嗅いだことのある匂いなのよね。普通の犬猫の匂いとは明らかに異なるらしい。栗田さんも嗅いでみたが、特に気になる匂いは感じなかった。思い出したわ。これは、近所に住んでいたおばあさんの家と同じ匂いだ。何の動物を飼われていたんですかと尋ねると、彼女も正確には何も飼っていなかったのだけどね、と答えた。そんな謎かけのような話に栗田さんが首をかしげていると、おばは、くだぎつねを知っているかと尋ねてきた。栗田さんには初めて耳にする単語だった。動物というよりは妖怪みたいなものよ。そのおばあさんはくだぎつねとはちゃんと言ってなかったけど、私はそう理解してるの。だから性格かはよくわからないけど。おばが言うには妖怪の一種で、キツネやイタチに似ている風貌なのだという。竹の小筒に入るほどの小ささで、よく主人の命令を聞くらしい。半信半疑な話ではあったが、栗田さんはアニメで魔女が飼っていた人語を介する黒猫のようなもの。つまり、使い魔の一種だと理解した。おばが言うには、そのおばあさんはその妖怪のようなものを使役していたが、それを一切悪いことには使わずに、近所の人が嘘物を相談した時に、それを見つけて持ってくるように仕込んでいたのだという。本来は、誰かの家の富や持ち物をくすねてくるように仕込まれるらしいのだが、そのおばあさんの祖母の代から、そういうことはしないようにしているとのことだった。不思議な話ではあるが、
うせ物探しで物が見つかったら、料金も取らずに手渡してくれるということで、近所の人たちには慕われていた。お金は受け取らなかったが、野菜やお米などは喜んで受け取った。一方で、口さがない人は、そのおばあさんが物を盗んで、それを返しているだけだと噂した。つまり、マッチポンプだというのだ。でも、それもずっと昔のことよ。私が子供の頃の話。だから、なかなか思い出せなかったのだと、おばは言った。その話を聞いた栗田さんは、彼女に最近起きている話を振ってみることにした。実は最近、引っ越してきた奥さんがいてね。その奥さんにファッション小物を見せるたびに、やたらとべた褒めされるのだが、夜にはそれがなくなってしまう。それでみんな悩んでいるのだと伝えた。しかもその亡くなったものとそっくりな品物をその奥さんが身につけているということも打ち明けた。おばはやっぱりくだぎつねっぽいとうなずいた。どうもこの家の匂いもその人の家から忍び込んだやつの匂いっぽいねと納得したようだった。どうしたらいいのかしらと相談を持ちかけると、彼女は少し考えた末に言った。もっと偉い狐に頼んでみたら？お化け同士の話だもの。多分うまくいくんじゃないかしら。栗田さんはおばのアドバイスに従って、都内の大きな稲荷神社でお祓いを受けた。お札も拝領して帰ると、早速居間の高いところに飾った。すると、翌日には亡くなったスカーフが帰ってきた。確かに置いたはずの場所に、元の通りに畳まれている。ああ、やはりそういうことだったのか。納得した。だからといって問い詰めることはできない。お気に入りのものが戻ってきたし、もういいか。彼女はそう思っていた。スカーフを巻いて買い物に出ると、加賀さんの家の前で奥さんと鉢合わせした。こんにちはと挨拶をすると、彼女は栗田さんのことを完全に無視し、そっぽを向いて家の中に入っていった。露骨に感じが悪い。やはりこの件なのだろうか。彼女自身の振る舞いがそれを肯定しているように思えた。数日たって奥様グループの一人である林田さんが栗田さんの家に遊びに来た。彼女はぎょっとしたような顔をして、そのお札は何かと聞いた。確かに家のインテリアからしても今の目立つ場所にお札が貼ってあるのは不自然に思えたのだろう。実は以前から物がなくなっていたりしたことあったでしょう。ああ、加賀さんね。合点が言ったようだった。林田さんはそのまま加賀さんへの不満を連ねた。私もあの奥さんの前では気に入ったものはつけないようにしていたのよ。栗田さんも見せない方がいいわよ。だって見せると全部なくなるんだもの。みんな偶然にしては続きすぎると思っていると林田さんは不満を口にした。その言葉に栗田さんは実はそのことで先日お祓いを受けに行ったのだと明かした。いただいたお札をそこに貼ったら、翌日にはもうなくなってたものが戻ってきたのよ。その言
林田さんは目を丸くし、明日そのお稲荷様に行ってくるわと口にした。亡くなった者が戻ってきたという話は奥様グループ中に瞬く間に伝わった。林田さんも全部元の場所に戻ってきたと吹聴している。その話に乗っかるように他の奥さんも次々に稲荷神社にお祓いを受けに行った。結果、なくしたものは次々に発見された。当の加賀さんは全く家から出てこなくなってしまった。メールでお茶会に誘っても断りのメールすら返ってこない。完全にこちらとの付き合いは遮断すると決めたようだ。それから一月も経たずに、加賀さんの家では夜になると壮絶な夫婦喧嘩が起きるようになった。外にまで響く奥さんの怒鳴り声に、道行く人も首をすくめるありさまである。加賀さんの旦那さんもひどいヒステリーを起こす奥さんとはもう同居することができないと判断したのか、ホテル暮らしを始めたようだ。すると寂しさからか、奥さんが外で男と会っていると近所の噂になった。噂の出どころは奥様グループである。もうどこに行っても彼女たちの目があるのだ。お気に入りのものを盗まれた恨みは浅くはなかったということか。その後の噂によれば、加賀さんは旦那さんに離婚を突きつけられ、結局その家から出て行かざるを得なくなったらしい。それから半年と経たずに新築だった家も売り屋になった。この騒ぎの中、最初から最後まで物がなくならなかった家が2軒あったことが明らかになった。そのどちらも大きな犬を飼っている家だった。顛末を報告する際に栗田さんがそうおばに伝えると、彼女はやっぱりねと笑った。赤色の絆創膏。幼い頃から野球が好きで、小学校時代は無論、中学に入学しても当然のように野球部に入部した。でもそこにとても嫌な先輩がいた。後輩をしごくのが趣味みたいなやつで、練習と言い張って無茶な要求を押し付けてくる。朝練の前に校庭を100周走れとか、取れないような速度のノックを補給しろとか、やらせることは無茶だらけだ。でもその先輩はやたらと口がうまくて、言いくるめられた先生や他の上級生たちはいじめ同然のしごきを熱意ある指導と信じきっているから、誰に何を訴えても俺たちの声は聞き入れてもらえない。そんな状況だから一人また一人と同級生が部を去る。残った俺たちも、いっそ学校の野球部を辞めて、どこかのリトルリーグに入ろうかと話すようになった頃、買い足すように命じられた備品の整理中に、一箱丸ごと赤色の絆創膏が入っている箱を見つけた。以前何かで、食品の製造工場では、食品の中に異物が混入してしまった時、それを見分けやすいように手袋や絆創膏はあえて青いものを使用していると聞いたことがある。だけど赤色のものがあるなんて初耳だ。いや、正確には初めて聞いたわけではない。赤色の絆創膏、その話は以前聞いたことがある。
これって、もしかして噂のあれか？仲間の一人が絆創膏を手に取り、恐る恐る眺めながらつぶやく。先月、仕事に耐えきれずに部を辞めた同級生が、ネットで見かけたと言っていた話が記憶によみがえる。絆創膏は大抵、あまり目立たぬよう肌色をしているものなのに、なぜか稀に赤色の絆創膏だけが詰まった品が売られていることがある。箱は他のものと変わらないのに、中身は外側の包装紙も絆創膏自体も、剥離紙さえ全部真っ赤な色をした絆創膏。普通に使えばごく当たり前の絆創膏だけれど、この品は使用時に誰かの顔を思い浮かべると、どういうわけか相手の体の同じ場所に同じ大きさや深さの傷ができるという。ただしその傷は自分の体に貼り付けた絆創膏が勝手に剥がれ落ちるまでは絶対出現しないらしい。そんな話、あるわけないよな。絆創膏を手にした奴が口にする言葉に、みんな笑ってうなずいた。たかが赤色をしているだけの絆創膏。それを貼ったからといって、他の誰かに同じ傷ができるなんてありえない。いや、そもそも、自分の傷が誰かに移るというのなら、怪我を早く治したいとか、なんなら人に痛みを押し付けてしまおうという気持ちが湧いて、良くないと知りながら使ってしまうこともあるかもしれないが、噂の絆創膏はそういう品ではない。自分の傷が癒されるわけでもないのに、誰かに同じ痛みを味わわせるという、かなり陰湿な道具なのだ。怪我が治るならまだしも、誰かに痛い思いをさせるだけのものなんて使うわけない。途中まで言いかけ、同級生は言葉を途切れさせた。でもその場にいた全員が、そいつが何を考えたのかを理解していた。自分と同じレベルの怪我を、あの先輩に負わせる。絆創膏でなんとかなる程度。だとしても傷は傷。憎たらしい誰かに少しでも痛い思いをさせられるなら、こんなに胸のすくことはない。以心伝心で、誰か試してみろよという空気がはびこる。でも誰一人として自分が試すとは言い出さないのだ。多分、このままこの話題を放置しておけば、みんな目の前に赤い絆創膏があっても噂のことは忘れただろう。でも俺は好奇心が勝った。立候補する奴がいないならと赤い絆創膏を受け取る。そしてみんなの目の前で今日膝小僧にできたばかりの擦り傷の上にそれを貼った。無茶すぎるノックの弾を受けてできた傷。俺の怪我が治るわけではないけれど、もしこれと同じような怪我をあの先輩がするなら万々歳だ。とりあえず、本当にこれと同じくらいの怪我をするのか、様子を見てみよう。俺の提案にみんながうなずき、俺たちは、先輩たちが噂を知っている可能性もあるので、赤い絆創膏を俺が預かる形で部室を後にした。家に帰って風呂に入る。湯船に浸かると膝の怪我がじくんと痛んだが、絆創膏が剥がれそうになるということはまるでない。普通の絆創膏より粘着力が強いものを特別に赤色で作っていて、それがたまたま普通の箱に梱包されてしまったのか。それともあの噂通り、怪我が治るまでは剥がれないという代物なのか。
このくらいの傷なら数日あれば大体治る。噂が事実かどうか確認できるのはその先だ。目立つ色の絆創膏だが、場所が膝なので、制服にしろユニフォームにしろ、ズボンで隠れて外からは見えない。俺が怪しげな噂の品を貼っていることは、着替えの時に見られない限りは先輩にバレることはない。その着替えも、一年生が部室に戻るのは、グラウンドの整備や道具の片付けなどをしてからだから、上級生たちは部室の戸締まりを言いつけて帰って行った後なので、同級生以外に絆創膏を見られる心配は皆無だ。絆創膏、剥がれた？いや、まだ。本当に、お前の怪我と同じ怪我が、あいつの膝にできるのかな？できると面白いのにな。みんなが俺の絆創膏を眺めて言う。もちろん、俺も気持ちは同じだ。この絆創膏が剥がれた時、あの嫌な先輩は本当に同程度の怪我をするのだろうか。やましい期待を抱えて4日。朝の着替えの時、俺の絆創膏はついに剥がれた。数日ぶりにむき出しになった膝小僧には何の傷跡もなかった。いつもなら多少なりともかさぶたや怪我の痕跡が残っているのに、肌は怪我をしたことなどなかったかのようにつるりとしている。これもこの絆創膏の特殊な力のせいなのか？だとしたら、あの先輩の膝には俺が負った程度の傷ができている。ひたすらワクワクしながら朝練に向かい、同級生たちに絆創膏が剥がれた胸を伝える。するとみんな、俺同様に期待に満ち満ちた顔をしたけれど、残念ながら例の先輩は朝練をサボった挙句、放課後も遅れてきたため、長ズボンの下に傷があるかどうかを確認することはできなかった。一年であの先輩と仲がいいやつなんて一人もいないし、他の少しは話の通じる先輩たちが相手でも、わざわざ例の先輩が怪我をしているかどうかなんて聞くことはできない。結局噂の真偽は確かめられず、帰りの部室内で俺たちは、今度は見える位置に絆創膏を貼って確かめてみようと提案し合った。けど大丈夫かな？あいつ、普通の絆創膏でも、わざとらしく怪我してるアピールするなとか言うじゃん。赤色、目立つもんな。怪我をしたら絆創膏を貼るのはごく当たり前のことなのに、相手はそれにまで文句をつけるようなやつだ。でも今回の俺のように、隠れた位置では噂の真偽は確かめられない。今日は取り立てて怪我をしたやつはいないので、明日以降、文句を言われるのは覚悟の上で、確実に見える位置に怪我をしたやつが絆創膏を貼る。それが誰になっても恨みっこなし。話をそうまとめた数日後、仲間の一人が無理なノックに飛びつかされたせいで手に怪我をした。ああ、俺か。さも渋々といった様子で、肘の近くにできた傷に絆創膏を貼る。これ、かなり目立つな。絶対文句言われそう。そんな風にみんなで予想し合った通り、翌日から早速あの先輩が嫌味全開でそいつをいびり出した。噂のことは知らないようで、それだけは不幸中の幸いだったけれど、わざとらしいとか変な色の絆創膏を使うなとか、散々イチャモンを口にして、少しでもかばおうものなら、今度はかばったやつに災難が飛び火する。そんな状態だったけれど、我慢に我慢を重ねた同級生が、やっと絆創膏が剥がれたと嬉しそうに言った次の日、
あの先輩が同級生と全く同じ位置に怪我をしたのだ。噂は本当だった。この絆創膏は本当に人に自分と同じ怪我を負わせることができる代物だ。あいつの怪我、絶対絆創膏のおかげだよ。この絆創膏は本当に噂通りのものなんだ。でも、剥き出しの腕なんて一番怪我をしやすい部分だからな。たまたまってこともあるし。だったらもう一回、赤い絆創膏を貼って確かめようぜ。それで噂が本当かどうかはっきりする。上級生たちが塔に帰った部室で、みんなでワイワイと噂について語り合う。もちろんその意見の中には、偶然似たような場所に怪我をしただけというものもあったが、何しろ噂の通りにした結果がこれだ。噂が本当に本当かどうか、確かめるためには、せめてもう一度くらいは傷に絆創膏を貼ってみる必要があるだろう。とはいえ、赤い絆創膏は隠しようもなく目立つし、それを理由にあいつのいびりはひどくなるから、できたらバレないように貼りたい。みんなでいろいろと考えたが明暗は出ず。また、見えるところに怪我をした奴が絆創膏を貼って確かめる。という流れで仲間の怪我待ちになったあの日、その暴力事件は起きた。それはあからさまな暴力だった。無茶なノックを取れなかった同級生にあの先輩が詰め寄り、胸ぐらをつかんで引き寄せた後、その手をわざと離したのだ。立った状態で服をつかんで引き寄せられ、巧妙に隠してはいたけれど、手を離すというより地面に叩きつけるように同級生の体を押した先輩の行動。はあ、悪い悪い。手が滑っちまった。大丈夫か？大丈夫だよな。見ていてどうしようもなく不自然だったけれど、手が滑ったと言い逃れられては反論はできない。突き飛ばされたせいであちこち擦り傷を負ったというのに、付け足したような心配するふりの言葉のせいで、わざとやったくせにという声が上げられなくなる。おい、怪我大丈夫か？過失とはいえ怪我は怪我、ということで、たまたま隣にいた俺がそいつの手当てをするよう言いつけられ、俺とそいつは部室に戻った。なあ、あの絆創膏くれよ。部室に戻るなり、同級生は俺が預かっていた絆創膏を渡してくれと要求してきた。箱ごと渡してやると、服に隠れない部分の傷全部に赤色の絆創膏を貼り付けていく。一枚でも目立つのに、そんなに貼って大丈夫か？練習中断してまで手当てに行けって言われたんだ。わざとらしいとか言わせずに絆創膏を貼れるチャンスだろ。それに、この数の擦り傷が一度にあいつにできるなら、噂は本当だって確信できるからな。そっちを確かめるのにもいい機会だ。もっともな言い分だが、あいつがそれで納得するとは思えない。これまで以上に必要に絡んでくる気がする。俺の抱いた嫌な予感は的中した。たかが手が滑っただけでそんなに怪我するわけねえだろ。それをこれ見逃しに派手な絆創膏を貼って怪我させられましたアピールしやがって。元はといえば自分のせいなのに、よっぽど同級生の行動が気に食わなかったらしく、翌日から目に見えて先輩のそいつに対する当たりはきつくなった。今まで以上に理不尽な要求をし、見てないところではしごき放題。でも顧問や他の先輩たちに咎められないよう、人前では気遣っているふりをしながら、今度はネチネチと精神に触るやり方で追い詰めてくる。かばおうとすればそれだけでこちらに噛みついてきて、
孤立させられた同級生は日増しに憔悴していった。でもせめてもの仕返しになるというのに絆創膏は一向に剥がれない。あの日手当てを言いつけられた俺は同級生の怪我を間近で見たから、こうまで治りが遅くなるような傷でないことを誰より知っている。もう半月近くが経過したというのに、どうしてあの絆創膏は剥がれないのだろう。その理由を聞こうと決めた日、いびられ続けていた同級生は部に顔を出さなくなった。同じクラスのやつの話では学校も休んでいるという。最近の先輩のいびりは度を越していたし、唯一仕返しになるかもしれない絆創膏の噂は待っているのに怪我の治りが遅くて期待ができない。だからついに追い詰められ学校を休めという事態になってしまったのだろうか。心配になって電話をしてみたが通じず、なんだか嫌な予感がして、部活帰りに俺はそいつの家に向かった。俺を出迎えた同級生はやけに顔色が悪かった。それでも俺を見るなり笑顔になって、心配する俺に学校を休んでいる理由を教えてくれた。親の仕事の都合で俺転校することになったんだ。学校に行ってもあいつがいてうるさいだけだから、支度ついでにこのまま学校をサボろうかなーって。転校？急だな。でも元気そうでよかった。俺もみんなもうまくかばってやれないけど心配してたから、お前が休んだことを気になってさ。ああ、うん。バタバタしてたから電話とか出られなくてごめん。でも俺は大丈夫だから。あと、お前らにいい置き土産ができると思う。その言葉の意味がわからず確かめようとしたけれど、まだいろいろやることがあるからと、同級生は家の中に引っ込んでしまった。でもその時、俺は見たんだ。前に俺が手当てした場所以外にも、やたらと同級生の体に赤色の絆創膏が貼られているのを。そういえばあの日、こいつに箱ごと絆創膏を手渡した。あれはどうなったのだろう。知りたかったけれど、呼んでももう同級生は姿を現さず、数日後、再び家を訪ねた時には、もう同級生の家はもぬけの殻になっていた。同級生とはそれっきりになったが、部に顔を出せばあの嫌な先輩はいて、いなくなった奴をいじめ尽くせなかった鬱憤を晴らすように、俺たちをいびってくる。絆創膏が手元にあった時には、仕返しができるかもという考えでいろんなことを耐えていたが、ささやかな腹いせの可能性もなくなり、いよいよ部を辞めようかどうかとなったその日、とんでもないことが起きた。グラウンドどころか、校舎中に響いたのではという声を上げ、九段の先輩がいきなりその場に倒れた。周り中の人間が駆け寄る中、グラウンド上を先輩がのたうち回る。その肌のあちこちには何かで刺したような傷ができていて、そこから血が流れ出していた。しかも傷は見える範囲ばかりではないらしく、先輩の服にも中から滲んできたとおぼしき血のしみが無数に広がっていく。その光景に、俺は最後に会った時の同級生の絆創膏の位置を思い出した。先輩の傷の位置。それはどれも同級生が赤い絆創膏を貼っていた位置ではなかっただろうか。先生の通報で救急車が到着し、先輩は病院へと運ばれていった。後で聞いた話によると、先輩の傷はどれも深いものではなく、
命に別状があるどころか、今後の生活にも取り立てて影響することはないらしい。ただ、人には散々きつく当たるくせに、本人は物理的にも精神的にもこの上なく打たれ弱かったようで、原因不明の怪我の発生がトラウマになって、痛い思いをしたグラウンドに戻るどころか、学校にすら来られなくなっているという状態だ。先輩のいなくなった部は平和になり、残った俺たち一年は、あの赤い絆創膏の噂が真実だったことを確信した。でも、絆創膏は残らず転校してしまった同級生が持って行ってしまったし、そもそもかなり後味の悪い結末になってしまったから、暗黙の了解で噂のことも自分たちの行動も誰も何も言わないまま俺たちは日常生活を送り、そして数年の時が過ぎた。中学生だった俺も大学に通うようになり、あの絆創膏のことなど忘れかけていたのだが、他の県から来たゼミ仲間の話を聞いたとき、赤色の絆創膏のことを思い出した。俺、高校の時、自分でもいつこさえたのかよくわからない怪我ばっかしててさ、手や足にいっつも怪我して絆創膏を貼ってたんだよな。でもこっちの大学に来たらそういう怪我とかしなくなって、受験のストレスで立ち居振る舞いが荒くなって怪我してたとかだったのかな。話を聞いた途端ピンときた。間違いない、転校したあいつの仕業だ。でもゼミ仲間にあいつのことを尋ねてみても、身近にそういう名前のやつはいなかったとだけ返事が戻った。赤色の絆創膏を持っているのはあいつだけではないのだろうか。それとも関わりもないのに一方的にあいつがゼミ仲間を恨んだり嫉妬したりして、昔と同じやり口で人に怪我を負わせているのだろうか。どちらにしても赤色の絆創膏の噂は真実で、先輩以外にもこうして的になった人間がいるということは立証された。普通に暮らしていれば、大抵の人間が一度や二度は手にすることもあるだろう絆創膏。何かの弾みで、俺を恨んだり嫌ったりしている人間が、あの噂を知った上でそれを手にしたりしないことを願うばかりだ。呼び込み。20年ほど前、桜木さんは繁華街で呼び込みの仕事をしていた。大学を中退し、生活費を稼ぐためにパチンコ屋に入り浸りの日々を送っていた頃、隣の台に座った親父と口論になったことが全ての始まりだった。お互いに一歩も譲らず、表へ出ろと怒鳴り合った時に仲裁に入った男がいた。男の名前は阿久津。派手な柄のシャツとサングラス、金のネックレスや高価そうな時計が仇ではないことを物語っていた。息巻いていた親父は阿久津の姿を見て、そそくさと姿を消した。桜木さんも、どうも、と礼を言い、即座にその場を離れようとしたのだが、がしりと肩をつかまれた。おめえ、金に困ってるなら、いい仕事やるぞ。その頃は負け続けの毎日だったので、一瞬だけ心が揺らいだが、すぐに思いとどまった。母さんの言ういい仕事って危ないだろうか。そんな気持ちを見透かしたように阿久津は話を続ける。おめえ、俺をヤクザだと思ってるんだろう。知り合いはいるけど本職じゃねえって。
桜木さんは疑わしげな視線を向けたが、阿久津は優しそうな笑みを浮かべる。やってほしいのは飲み屋への勧誘よ。一人入れたら1,000円。毎日3時間ぐらいでも、団体を誘ったら5、6万は軽いぞ。金欠だった桜木さんはその言葉に飛びついた。その日は名刺をもらい、日を改めて阿久津の事務所を訪れる約束を交わした。翌日、早速桜木さんは阿久津の事務所を訪れた。事務所といっても、とあるマンションの一室。室内に入ると、阿久津の机と書類が入った棚が一つだけ見える。隣室に来客用のソファーセットが置かれているだけの殺風景な部屋だった。よく来たな。じゃあ、仕事の説明だ。阿久津は条件を明記した契約書のようなものをテーブルの上に広げてみせた。内容は単純なものだった。1、お店のチラシを配りながらお客さんを勧誘する。1、しつこい勧誘で警察の厄介にならないように注意する。1、毎日勧誘するお店は変わるため、事務所には夕方5時に来て場所の確認をすること。1、勧誘のお店はバー、スナック、居酒屋などで、性風俗関係は一切ない。1、報酬はどのお店でも1人につき1,000円が支払われる。注意事項。ただし、勧誘時に必ずお客さんの体の一部を触ること。実行されない場合、その報酬は支払われない。桜木さんは最後の注意事項だけが理解できなかったが、お金を支払わないための理由付けとしか思えなかった。それならば、フレンドリーに触ることでお客さんにも証言させることもできるし、隠しカメラなどで映像を残されていても逆に言い訳ができないようにしてやろうと考えた。結局その日の夜から桜木さんは働き始めた。最初は声をかけるのに抵抗があったが、周囲を見渡すと軽い感じで呼び込みをしている人が大勢いる。ましてや自分の呼び込みは気楽に入れる飲み屋などである。ならばお金のためと勢いで声をかけまくった。案内する流れで約束通り体も触り続けた。桜木さんはラストオーダーの10分前にお店に戻った。その日は4時間勤務で92,000円を稼ぎ出した。現金はすぐにお店の店長から手渡される。阿久津の話に嘘はなかった。中間マージンなども一切引かれない。桜木さんは浮かれ気分のまま家路に着いた。それから2週間ほど目の色を変えて仕事に精を出した。阿久津に前日の売り上げを報告するたびに、そうかそうか、その調子で頑張れよ、と笑顔で答えてくれる。しかし3週間を過ぎた頃から、桜木さんは体調を崩し始めた。どうも体が重い、疲れが抜けない、偏頭痛と耳鳴りが収まらなくなっていた。そして1ヶ月が過ぎた頃、とうとう桜木さんは布団から起き上がれなくなった。なんとか休みをもらえないかと阿久津の事務所に電話をかける。え？もう限界なの？じゃあいいよ、今日でクビな。
そうあっさりと電話を切られた。予想外の対応に言葉が出なかった。ただそういう人だろうという雰囲気は以前から感じていたので、美味しい仕事だったが、諦めるしか他に方法はなかった。桜木さんは病院で診察を受けるが、特にどこにも異常は見当たらないと診断される。そうは言っても体調は悪い。近くには頼れる人がいなかったため、必要以外は出歩かず寝て過ごす時間が長くなる。その結果、自然と食事も出前が多くなっていた。そんな生活を1ヶ月も送るうち、体調はようやく上向きになり始めた。近場なら出歩けるようにもなったし、次第に偏頭痛と耳鳴りも収まってきた。そうなると気分転換の一つもしたくなるものだ。桜木さんは久しぶりに飲みに出かけることにした。どこで飲もうかと繁華街を歩いていたら、以前呼び込みをしたバーを見つけた。お店に入るとマスターは桜木さんのことを覚えていた。やあ、元気にしてた？またお客さんを呼び込んでよね。桜木さんは呼び込みをクビになったことを伝えると、マスターの口から意味不明の話が出てきた。でもまだできるんでしょ？じゃあ今度たまった時に頼むよ。ちゃんと報酬は支払うから。言っている意味が理解できない桜木さんは話の詳細を問いただす。マスターの話によると、阿久津はお店のお払いを仕事にしていたようだ。お店には霊がいた方が流行る。しかしお客さんがあまりにも大量に連れてくると、お店の中が吹き溜まりになり流行らなくなる。そこで適度に浄化するためにバイトに呼び込みのふりをさせてお店のバランスを保つ。そういう抱え込みの能力者が大勢いるというのが阿久津の商売方法だった。店への紹介料として別口でしっかり5万円も徴収していたそうだ。桜木さんは自分にそういう能力があると自覚したことはない。ただ体調を崩していた時、自室でいろいろと変なものを見たのは覚えていた。半分透き通った若い男女、真っ黒い人影、桜木さんの胸元で正座する老婆などなど。あれって体調不良による幻覚だって信じてたけど、知らないうちに影響を受けていたのだろうか。とても酒を飲むような気分ではなくなった桜木さんは、複雑な気持ちを抱えたまま店を後にした。帰り道、阿久津の事務所を覗いてみたが、すでにもぬけの殻だった。現在、桜木さんは二度と阿久津と出会わないで済むことを祈りつつ、普通の会社員として生活している。呪いの音楽室。私が小学生の頃に生まれた噂の話をしよう。時期はまだ昭和と平成の境目で、教師による体罰を悪いうちの子供を正してくれてありがとうございましたと感謝するような親がまだ多い時代の話である。僕は父の都合で5年生になって小学校を転校することになった。
転校先の小学校では教科書も変わり、授業の進行具合も変わり、何かと戸惑うことが多かったが、なんとかついていくことができた。ただ一つ慣れないのは、新しい教科が追加されたことだった。音楽である。僕の前にいた小学校では、音楽という教科はなかった。理由は知らない。お受験に勝ち上がって入った私立の学校だったために、公立とはどこか違うところがあったのだろう。それが都落ちのように私立の普通の小学校に来た途端に、音楽という授業が増えて、僕は困惑するばかりであった。音楽の授業を初めて受けるにあたって、少年の音楽教師から一枚のペラ紙を渡された。リコーダーの注文書である。注文書に書かれた店の名前を見ると、隣の県にある楽器店であった。少し街中に出れば楽器店があるのに、なぜにわざわざ隣の県の楽器店にまで注文するのだろうか。その意味を知るのは大人になってからである。親も、あと2年しか吹かないのにどうして、と愚痴をこぼしていた。音楽の授業を初めて受けたのだが、これが予想以上に面白くない。音楽を聴くこと、歌うこと、奏でることが感受性豊かな子供の育成につながるらしいが、どこがどうつながるのだろうか。全くもって意味がわからない。音楽なんてものはやりたいやつだけ勝手にやるもので、人に強制させてやるものじゃない、と実際に受けてみて思うのだった。僕が慣れないリコーダーに悪戦苦闘していると、隣の女の子が話しかけてきた。どうしたの？吹けないの？仲間だね。僕は苦笑いで返すことしかできなかった。その女の子もリコーダーでの演奏ができなくて困っている様子だった。その子の指を見ると、やけに小さい。僕と比べると、一回りか二回り小さく、小学校低学年くらいの指を思わせた。そのせいか指の運指がうまくいかずに演奏もうまくいかない。僕はリコーダーの運指に慣れてきたのか、簡単な曲ならなんとか吹けるようになってきた。普通ならそれを喜ぶ場面なのだが、音楽教師のせいでどうも喜ぶことができなかった。エーデルワイスをなんとか吹き終わった僕に、音楽教師は言い放つ。あなた、もう少し流暢に吹けないの？と。こちとらリコーダー歴数ヶ月なのに無茶を言うものである。このように、児童に対して容赦なく罵倒をすることから、音楽教師の児童たちからの評判は極めて悪かった。聞く話によると、音大を高い金をかけて卒業したのだが、どこのオーケストラにも楽団にも拾われずに、在学中に嫌々受けていた教職課程を経て、嫌々教師になったとのことであった。現に児童の保護者からも苦情が来るほどの罵倒をしていたのだが、学校側が毎回かばうので、どうにか教師を続けられていた。僕の隣の女の子が吹く番がやってきた。運指がうまくできず、どうにもうまくいかない。ピーだのプーだのといった、とても演奏とは言えない、音楽ですらない音が鳴り響く。それを見て、音楽教師は明らかに苛立ちを隠せないでいた。演奏途中だというのに、レーピアを思わせる先端の尖った指揮棒で、彼女の手をピシリと叩いた。空を切る音が一番後ろの席にも聞こえてきたから、ほぼ全力で振ったと思われる。
あなたどうして笛の一つも吹けないの？音楽教師は修羅の形相で彼女を怒鳴りつける。彼女は泣きながら、ごめんなさい、ごめんなさいということしかできない。正直、見ていられない光景である。小学校の低学年でも吹ける曲なのに、恥ずかしくないの？手が小さくて、届かなくて。言い訳するんじゃない！何度もピシピシと手が叩かれる。血こそ出ないものの、手の甲が耳ずばれでいっぱいになってきた。音楽の授業のたびにこのような感じになり、彼女は音楽の授業がある日だけは学校を休むようになっていた。そんな最中、卒業生を送る会が開かれることになり、別に世話にも何もなっていない6年生を送り出すためのリコーダー演奏がなされることになった。その練習の指導ももちろん、普段の音楽教師である。歌などであれば音楽の心得のない担任教師で十分なのだが、楽器を使う指導となれば担任教師の出る幕はない。一日の授業の終わりしなに、音楽教師が突如教室に入ってきて、これから卒業生を送る会の笛の練習しますよと言いながら入ってくるのは、もう恐怖としか言いようがない。その練習でもやはり彼女は怒られた。ネチ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 と運指がうまくいかないことに関して叱責される。あなた実は低学年ね。その手の小ささ間違いないわ。今なら到底許されない発言であり、手が小さいことに対する侮辱である。ちなみにではあるが、音楽教師は別のクラスの担任をしている。友人の弟の所属する低学年のクラスを担当しているのだが、この際に、世の中には体の大きな人も小さな人もいます。体の大きい小さいでからかったりバカにしたりしてはいけませんとぬたまっている。どうやらこの音楽教師は自分の都合で心も発言もコロコロ変えるろくでもない人間のようだ。この侮辱が原因だったのかはわからないが、彼女は卒業生を送る会を迎えずに音楽室で首をつって自殺した。だらんと垂れ下がった手の甲には茶色く変色し消えぬ耳ずばれの跡が残っており、そこからだらだらと血が流れていた。そのポタリポタリと水滴のように落ちる先にはピンクのキャラクターものの封筒に入れられた遺書が置かれていた。遺書には、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、ごめんなさい、といった胸の後に、リコーダーが吹けなくてごめんなさい、と書かれていた。それからほどなく追悼の全校集会が開かれた後、僕たちのクラスでも緊急の学級会が開かれた。彼女に対する黙祷でもするかと思われたが、信じられないことを担任教師が言った。あなたたち、音楽の先生がやったことは誰にも喋らないでください。喋ると、この学校が大変なことになります。いわゆる口止めである。音楽教師がやってきたことがバレれば、学校側の責任は免れられない。そこで学校側は音楽教師のやったことを口止めして、そのまま時の経過を待ち、事態の沈静化を図る原算段であった。ネックは遺書であるが、リコーダーが吹けなくてごめんなさいとしか書かれていないので、音楽教師がやったことは、児童たちが黙っている限りバレることはない。彼女の自殺は新聞の三面記事と地方ニュースで数秒取り上げられる程度の扱いであった。
彼女の両親に真実を伝えようかとも思ったが、それを知れば余計に両親は苦しみ、自分を責めるだろう。それを分かっていた僕は、卑怯とは知りつつも、胸の奥にしまっておくことにした。僕はそのこともあってか、中学生になったら再び前にいた私立に戻りたいと考えるようになった。親に相談してみたら、電車通学になるけどいいね、というので、二つ返事でそれを了承した。通学に電車で1時間は中学生には厳しいとは思えたが、それよりも中学校に行ってまであの時の友人と面を突き合わせるよりはマシだと考えていた。やはりそこでネックになるのは音楽の成績であった。なんとかリコーダーは吹けるようになったものの、2年の差があるみんなとは実力の差があるらしい。ペーパーテストも満点を取り、歌も音程を合わせて歌えているのに、なぜか音楽の成績は5段階評価の2であった。私立中学の面接でも、音楽の成績が悪いようですが、真面目に受けてないのですか?と聞かれてしまった。音楽の授業が存在しない私立中学でも気になる要素のようだ。授業態度の問題だろうか。そこは、音痴なもので、などと適当にごまかしておいた。中学生になって、僕は私立中学に進学した。大体2年ぶりに会う仲間と談笑をしていると、僕がいた小学校の話になった。呪いの音楽室って知ってるか?嫌なことを思い出させるものだ。僕は適当に相槌を打った。うん。女の子が首吊ってるんだから呪われてるわな。ちげえよ。音楽室でリコーダー吹いてると、大きい指、いいなって聞こえてくるんだよ。よくある学校の階段というやつか。赤いちゃんちゃんこや赤マントや、あたしきれいの亜種的な話だろう。指というのが引っかかっていたが、僕のあまり出来の良くない脳みそは、指のことをすっかり忘れ去っていた。で、それから大きい指欲しいって言うんだよ。その問いかけに対していいよって言うと、スパって全部切られて持っていかれるんだ。けじめでもつけなきゃいけないわけ?これで断ると、大きい指、羨ましい、憎いって言って、全部切られて落とされるんだ。はいでもいいえでも最悪じゃないか。だろ?もう5人もスパスパやられてるらしいぜ。どうせ裁断機で間違ってざくりと言ったとか、音楽室で髪切る作業やってる最中にカッターナイフでスパッと軽く切ったって話が一人歩きしてるだけだろ。合理的だね。でも確かめてみたいじゃないか。別にどうでもいいよ。あんなクソ学校で起こることなんて。お前が2年間転校してた先だろ。お前の新しい新居、まだ行ってないことだしさ。ついでに噂が本当か確かめたいんだよ。僕の新しい家に友人が遊びに来た。そのついでとして、呪いの音楽室の噂を確かめるために2年間しか通ってない小学校に行くことにした。この当時は今ほど警備が厳しいということもなく、すんなりと学校の中に入ることができた。授業も終わり、児童たちは皆帰り、教師たちも職員会議で職員室にこもり出す頃、それを職員室の扉の窓から確認した僕たちは、足を忍ばせながら音楽室に向かった。鍵はかかっていなかった。五線譜の書かれた音楽室特有の黒板に、合唱コンクールの曲の歌詞が書かれていることから、入れ替わり立ち替わりで音楽室を使っているクラスがあって、そのうちの最後に使ったクラスが書き忘れたということが予想できた。さて、ここでリコーダーを吹くんだったな。
友人はショルダーバッグから緑色のスケルトン柄にラメの入ったいかにもおもちゃですと言わんばかりのリコーダーを出した。百均で買ってきた。友人は適当にリコーダーを吹いた。生まれてこの方リコーダーに触れ合うことがなかった友人は適当にピロピロとしか吹くことができなかった。おい、先生に聞かれない程度にはおとなしくしてくれよ。それからも不協和音が鳴り響くが一向に何も出てこない。やはりくだらない噂だったか。僕はこれ以上の長居は無用だとキビスを返した。おい、お前ならなんか曲吹けるよな。こんな適当に吹いていたんじゃリコーダーの練習じゃなくて遊んでるだけだ。なんか吹いてくれよ。友人は僕にリコーダーを差し出した。せめて口ぐらい吹いたらどうだと思ったが、僕とこいつはペットボトルの回し飲みを平然とできる関係である。唾液濡れのリコーダーではあったが、さまつな問題であった。じゃあ、アマリリス、フランス土産ってやつだったな。僕はアマリリスを吹き切った。久しぶりではあったが、指が自然に動くところを見ると、継続は力なりという言葉は真実なのだろうか。上手上手、と言いながら、友人がパチパチと拍手をした。ところどころ指が抑えきれずに変な音になっていたが、気づかないようだ。それでも噂の、大きい指、いいな。の声は聞こえてこない。こんなところでリコーダー独奏会なんてやる筋合いはない。さっさと帰るとしよう。もう一曲。面倒くさいな。僕は仕方なく楽譜なしでも吹ける曲を頭の中に思い浮かべた。真っ先にエーデルワイスが思いついた。この学校に転校してきた当時は、小学校3年生のリコーダーの吹き始めにやる曲なのになぜ吹けないとなじられたものである。僕の転校前の私立の学校は音楽の授業がなかったと言っても、言い訳するなと一蹴されたことを思い出した。わずかに気分が暗くなったところで僕はエーデルワイスを吹き始めた。翻訳者によって日本語訳に差が出るエーデルワイスだが、納得できないところがある。僕の使っている教科書では、悲しい心慰める花とあるが、この曲自体が物悲しいし、リコーダーがうまく吹けない僕からしたら、慰められねえよクソが、という気分である。そんなどうでもいいことを考えていたその時、ついに来てしまった。大きい指、いいな。高いながらに聞き覚えのある声だった。まだ声変わり前の友人のいたずらだろうと思い、僕は友人に問いかけた。おい、いたずらはやめろよ。友人は首を振って否定のジェスチャーを取る。友人じゃないとすると、大きい指欲しい。リコーダー吹けないと先生に怒られるから、指ちょうだい。本当に来てしまった。友人にも聞こえているのか、真っ青な顔をしながらこちらを見ている。おい、回避法とかあるんじゃないのか。だいたいこの手の話には何も被害を受けない回避法がある。だいたいは話を持ってきたやつが本当なり嘘なりの方法を知っているものである。知らねえよ。使えない友人である。このままだんまりを決め込み持久戦に持ち込もうと思った瞬間に、手の甲から指に激しい痛みが走った。
いつか見たようなミミズバレが手の甲につく。どっち？大きい指、くれるの？くれないの？僕は痛みに耐えた。手に激しい痛みが走る。こんなに痛いならもう指なんかいらないと思った僕は言ってしまった。いらない！でも指はあげない！羨ましいなぁと聞こえた瞬間に僕の指は切れた。切れたと言っても切断までには至らずに、指先の第二関節から手の甲に至るまでの関節の間に深い切り傷ができただけであった。痛みでよくわからないが、多分骨にまでは至ってないだろう。手の甲からだらだらと血を流しながら、僕は呆然とその場に立ち尽くした。そして、出血のせいか、僕は気を失った。目を覚ますと、僕の家からほど近いかかりつけの病院のベッドだった。恐る恐る手の甲を見ると、ミトンを思わせるように手全体が包帯に包まれていた。それからほどなく、警察の事情聴取を受けることになった。僕は包み隠さずにすべてを話した。こんなくだらない噂で学校に忍び込むなんて、とんでもない悪ガキだ。はい、悪ガキです。友人も半べそをかきながら、僕の寝るベッドの脇で事情聴取を受けていた。指を切った原因は、音楽室にあったメトロノームが落ちてきたという、なんとも納得できない話になっていた。どれだけ噂を本当にやったと言っても信じてもらえなかった。学校側が主張するピアノの上に乗っていたメトロノームの固定が甘かったという主張を信じている体であった。傷が塞がり退院したその足で、僕と友人は家族連れで学校に謝りに行くことになった。確かに悪いことをしたのは認めるが、何か釈然としないものがある。もう一生分ぐらい家族ともども米付きバッタのように頭を下げる。そして帰りしなに僕はかつての担任教師に呼び止められた。お前、手はどうだ？まだじりじりしますし、痛いんだか熱いんだかよくわかんないですよ。思い切り嫌みったらしい口調で言ってやった。せめてもの抵抗だ。ここだけの話にしといてくれよ。お前には知る権利があるかもしれん。あんまりペラペラ喋るなら、今のお前の学校にあることないこと言うからな。真実を教えたいのか脅したいのか、どっちなのだろうか。僕は今の学校にも連絡が入り、停学処分を受けることを覚悟していたのだが、恩情から黙っていてくれるとのことだった。しかし、こうして脅迫のネタとして使ってくるあたり、罪の意識とゲスの根性がせめぎ合っているといったところだろう。実はな、お前で6人目なんだよ。え？音楽室で指くれって言われたんだろ。お前がやられる前にもう5人やられてるんだよ。お前がまだ最後にここにいた時の1年間にもやられてるやついるんだよ。ちょっと待ってください。意味がわかんないんですけど。俺は幽霊とかオカルトなんて信じないけど、多分あの子がやってるんだろうな。そんなバカな。お前確かあの子と席隣だったよな。その縁か、優しくしてくれたのかもしれないな。僕の頭の中に一つのことがよぎった。あの子をこんな風にしてしまった音楽教師は今何をしているのかが気になった。あの音楽の先生は？この前入り込んだ時に職員室を覗き込んだのですけど、
お見かけしなかったのですが。お前、案外目ざといやつだな。あの先生はお辞めになったよ。単なる転任だ。あの子をあんな目に遭わせた原因を作っておいて、自分はさっさと逃げたのか。胸くその悪い話である。あれから30年、結婚し妻子に恵まれた私は、実家からほど近い場所にマイホームを建てた。息子の小学校の学区が、あの2年間だけ通っていた私立小学校になることが引っかかったが、値段と今の収入と通勤時間を考えるとここしかなかったので、妥協することにした。ある日の夕食中、小学6年生の息子がふと言い出した。ねえパパ、呪いの音楽室って知ってる？私は思わず箸を落としてしまった。それと同時に、手の甲にわずかに残った古傷がじりじりとしびれ出す。どうしたの？いや、なんでもない。で、その呪いの音楽室とは何かな？誰よりもよく知っていることだが、すっとぼけておいた。うん、僕の学校の音楽室に昔から伝わる話なんだけどね。そこで縦笛の練習をしてると、女の子の声で、大きい指いいなって聞こえてくるの。それから、指欲しいって言うから、その問いかけに答えると指を持ってかれちゃうんだって。バカバカしい話でしょ？まったくだ。まったく同じ噂が30年も流れ続けているとは、息の長い噂話である。もう50人超えてるらしいよ。人数が増えているということは、昔の私たちみたいにバカをやる人間が毎年出て、児童が不幸にも巻き込まれているのだろう。息が長い噂話になるのも納得というものだ。この前クラスの女子が試しにやりに行ったんだ。どうなった？転校しちゃった。は？お父さんの急な転勤らしくて。娘さんに何かあって転校する時の常套句だ。近所に変なおじさんが出没した時にも、こうして転校した女の子がいたものである。それでね、今度僕も友達と一緒に確かめようと思って、スマホでずっと撮影するんだ。絶対にやめろ。いいな。私はこれまで息子に見せたことがないような修羅の形相を見せた。これで素直に従うような素直さはこの年代の子供にはない。息子に言明するのはもちろんのこと、学校に連絡して音楽室の施錠をお願いするしかない。息子は私から視線をそらすように切られていたテレビをつけた。いたたまれなくなったのだろう。こら、食事中はテレビやめるように言っているだろう。テレビに映し出されたのは、6時15分を過ぎた後に始まる各地方テレビ局のローカルニュースコーナーであった。今日は音楽教師生活30年のベテラン先生というコーナーであった。そこに映し出されていた顔を見て、私は愕然とした。あの時の音楽教師である。年こそ取っているが間違いない。内容はというと、もうすぐ定年だというのに、子供たちに仲良く優しく歌や楽器を教える先生であると持ち上げに持ち上げられていた。編集のマジックがすごいのか、年をとっていい先生になったのかはわからない。コーナーの最後に音楽教師はこう言って締めた。私は楽器の弾けない子でも音痴な子でも向き合い、音楽を楽しいと思えるような教育をしてきました。私はテレビを切った。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録、
お願いいたします。